しょうか。いや、間違いないはずだけど。そうは言うものの、バス停から徒歩20分で伺いましたが、かれこれ1時間以上歩いてますよ。こんな偏僻なところなら、バッパの1匹や2匹出てもおかしくありませんわね。そうだ、佐藤君、君の携帯には GPS がついてるよね。それでちょっと調べてみてくれないかな。先生、やっぱりこんな田舎だから県外です。そうかな。先生、そんなことよりどうするんですか。このままだったら私たち野宿ですよ。野宿って言ったら熊に襲われるかもしれないし、狼に襲われるかもしれないし、まあ先生だから襲われてもいいかななんて思うんですけど。先生、ほら、立った。やった、立ったなんて恥ずかしいじゃないですか。まあ、こんなところでイチャついちゃって、公然わいせつ行為で逮捕しちゃうぞ。逮捕してんぞって、あなたの格好ならよっぽど公然わいせつじゃない。どこがどこがって、あなた自分のこと鏡で見たこともない。こんなところで何してるの。いけないことしてたんじゃない。いやいや、私たちは道に迷ってるだけで、別にいかがしいとか何もあり。あら、じゃあ、あんなことやこんなことの関係じゃないってこと。全く何も。だったとしても、あなたには何の関係もないじゃないですか。本当。本当です。とび、どこに行きたいの。どこって、そんな急に言われても。あら、道に迷ってるって言わなかったかしら。クキジンです。あ、クキジン、じゃあ私が連れてってあげる。一緒に行きましょう。あ、私警官やってます。シホって言います。よろしく。クキジン、こっちこっち。先生、ちょっとあなたこれどうするのよ。こんなところ置いといたらおまわりさんに持ってかれちゃう。前から一度乗ってみたかったんでね。